俺あのご飯って何を食べるかじゃなくて誰と食べるかが大事やなってめっちゃ思うねんな。あー確かに。そうそうそう、エレベーターもどこで閉じ込められるかじゃなくて誰と閉じ込められるかもな。え、もしこう知らん人と一緒に閉じ込められてこれ一緒に出れたらかなり仲良くなるやろうな。チーン、何回ですか？ご飯の話したかったのに。何回？これ別に仲良くはならんやろそれ。お元気なとこごめんね。何やそれ。何回？7階でお願いします。7階それ、おばさんと一緒じゃない？ああ、もしかしてあなたも 705？ そんなわけないやろ。一緒？奇遇ですまんから、それはもうなんか見たことある顔ね。あの、隣の704に住んでるからですかね。お隣さん？ああ、そうです。でもこれ、部屋が隣やってるってこれも、ああ、まあ、オセロやったらこれもまだまだこれからよ。ああ、言わんでええよ。まだまだ分からんまい。挟んだ時だけオセロで言えよ。まだ序盤よこれ。序盤やったら言わんでいいから。おばさんね、こう部屋が705やから、娘の名前もナオコにしたら。ちょっとかわいそうやろ。ナオコって、そのちょっとかわいそうな由来にすんなよお前。奈良県の名にひらがなでおこ、せめてこうだけ漢字にしたれよ。ナオコってなんで最初を漢字にすんねん。でも銀だこも一緒よ。銀だこも一緒やから嫌やろ。銀だこってこれ嫌やろ。名前の構成銀だこと一緒やろ。ガシャン、え、もしかしてエレベーター止まった？あ、閉じ込められた。おばさん閉所恐怖症やのよ。あ、はいはい、おばさん閉所恐怖症やからもう、東京ドームとかも行かれへんのよ。こいつの閉所広ー。閉所が無理で、あれ閉所やと思ってるやつおらんてお前。甲子園も無理なんよ。外やってあれ無理なんよこれ。めちゃくちゃ上空いてるからもう。非常用電話あるわ。あ、かけましょう。もうブー。もしもし、電話の時低くなるおばさんやわ。助けてください。おばさん電話で高なんねん。助けて。おばさんの摂理に反するなよお前。何してんねん。悪いです。俺の歯並びで何か変わるか。結構悪いです。あなた以外の歯並びはって言われたんか。そんなお前、何それ。それでお願いします。それでお願いしますって何やん。何それ。閉じ込められて約1分、ちょっとお腹が空いてきた。手記残す早ー。どうしよう。まだ書くことないやろそれ。この男の肉を食うしかないだろ。全然そんなことないからまだ。絶対いらんからまだそこまでは。かっこ原文まま。え、一回誰かが書いたやつ。どっから引用したんそれ。キャッ、暗くなった。あー、停電したやん。ハッピーバースデー。嘘つけや。ハッピーバースデー。お前が用意したわけないやろこれ全部。ハッピーバースデー。嘘つけ。ふざけすぎやからもう。まあ、最悪の誕生日や。あ、レシキートの人来た。あ、ありがとうございます。あ、やっと外出れた。もうすごくない？すごいね。お前すごいな。知らずによ。ほんまに一瞬サプライズと思ったもん。知らずによこれ。どんな確率やねんこれ。じゃあこのままうちでパーティーする。相手への。あ、じゃあせっかくやから銀だこ買いましょう。銀だこの口なってるやんお前。こんな仲良くならんわ。もうええわ、ありがとうございました。